ウィーコール・ディジョリー・コール・ビラージュは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン。ウィーコール・ディジョリー・コール・ビラージュは、ベクサン・フランス地方の小さな村で、オベット・川谷沿いの中に位置する。ポントワーズのおよそ 20km にし、パリの北西 50km 圏内にある。コミューンには、教会やコミューン庁舎のあるブールや、アンフェールと呼ばれる集落、そして、 アズビルという集落がある。1995年以降、コミューンは、ベクサンフランセ地域圏自然公園に含まれている。12世紀に、ハウス、1337年に B、そしてボイ y であった。地名の古い綴りが示すように、ハウス、B、Y、ビッ c ビッ c Y、ビッグは、ラテン語で街を意味する、ビックスから来ている。したがって、 ビレッジディジョリビレッジという意味となり、重複していることになる。別の語源によれば、可愛らしい、美しいを意味するジョリは、敬意を表している。アンリ四世時代のウィは1200人の人口の村で、気上で通りを横断することが難しく、乗り物では、さらに不可能な、大きな一種が転がる、荒れた通りを持っていた。アンリ四世は、愛称ガブリエルデストレを伴い狩りのため、 村を横切る際、村の名を尋ねた。家臣は Y であると答えた。王は王、なんと可愛らしい村であろう。と叫んだのだろう。砕かれた角石製石器と磨かれた角石製石器の発見は、その地に戦死時代から人が定住していたことを示している。アンフェール集落はカルバン主義の歴史と結びついている。なぜならここにはユグノーの墓地があったからである。 ジャンカルバンは1532年から1535年までそこに住んでいた。1870年の不仏戦争とそれに続くパリ包囲戦の間、村は幾度もマニーアンベクさんに駐留していたプロイ戦軍を支援しなければならなかった。1871年3月10日、176人のプロイ戦人と彼らの馬がウィに滞在し、村を略奪した。 参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。